皆さんこんにちは。最近紫外線が強いので、その影響で肌が乾燥してしまいます。いつものケアをしているのですが、なんだか調子が悪い感じです。そこで本日はスエのモイスチャーフェイスマスクでケアをしていきます。スエのモイスチャーフェイスマスクは1枚1枚個包装してあるシート状のマスクです。個包装なのでとても清潔に使用できます。それでは今洗顔をしてきて、化粧水でお肌を整えてきました。化粧水後にパックをしていきます。シートは少し厚みもあるので顔にしっかりフィットしやすくなっています。薄いと剥がれやすかったりする時があるので、ちょうど良い厚みかなと思います。パックの大きさはこんな感じです。こちら男性にも人気で、男性の方も問題なくつけていただける大きさとなっています。パックの美容液が本当にたっぷり含まれています。この余った美容液はもったいないので、目元にこのように伸ばしたり、首元に塗ったり、まだまだ余ったので腕にも伸ばします。このようにパックの放置時間はセルフマッサージをするもよし、家事をするもよし、パックが剥がれにくいので有効に使えます。スエモイスチャーフェイスマスクにはアルガンオイルの幹細胞エキスが配合されているので、しっかり保湿をしてくれて美肌に導く肌環境に整えてくれます。美容液パックは夜にする方も多いと思いますが、朝の化粧前に行うとお肌の角質層にしっかり水分が行き渡り、肌色がものすごく綺麗に見えます。透明感が増す感じです。また肌にしっかり水分が入っていると余分な皮脂が出にくくなるので、メイクが崩れにくくもなります。今の夏場の季節には皮脂でメイクが崩れやすい人も多いので、朝パックをするとシートマスクの速効性の効果を生かすことができるのでおすすめです。それでは時間が来たのでマスクを外します。すべて外す前に目の上にもしっかり成分を入れたいので、私はこんな感じで少し放置します。はい、仕上がりました。お肌に余った美容液をこうやってなじませて終了です。すごく潤いました。お肌がふっくらして水分でしっかり満たされている感じです。紫外線の影響がすごく出るのは、少し涼しくなる季節の変わり目だったり、冬の乾燥時期だったりします。その時に保湿と思ってもなかなか追いつかない時もあるので、今から保湿ケアもしっかりしましょう。またシートマスクの成分をしっかり入れ込みたいと思って長時間シートマスクをしてしまうと、お肌がふやけてしまいます。お肌がふやけるとお肌の水分を維持できなくなり、どんどん乾燥しやすくなります。なのでこういうシートマスクは規定の時間をしっかり守って行うことをおすすめします。皆さんもぜひスエモイスチャーフェイスマスクおすすめです。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。